北上市、北上市は岩手県南西部に位置する市、北上市は人口約9万人帳を要しており、県内では森岡市、一の関市、欧州市、花巻市に次いで5番目に多い、県南広域振興県に位置し、双子都市である花巻市と共に、北上都市県、北上、花巻都市県を形成している。昭和30年代までは、 典型的な農業地域であったが、その後、比較的早い時期から、企業誘致に取り組み始めた。東北自動車道、東北新幹線の整備に続き、秋田県横手盆地、そして、秋田港へとつながる秋田自動車道が開通すると、東北道と秋田道の結節点として、岩手、秋田2県にまたがる、流通の重要拠点の地位を得た。多様な流通選択肢が得られる立地により、 現在、180社以上もの企業を誘致し、東北有数の流通、工業集積地に成長した。商業都市としての側面が強い県と、森岡市とは対照的である。人口が減少する市町村が多い中で、北上市は岩手県の中でも数少ない人口増加地域である。近年は、北上駅周辺に相次いで、 マンションやホテルが建設されており、都市景観も変貌した。そのため、県内でも、教育機関や学生が、比較的に多く見受けられ、いわゆる学園都市としての姿もある。旧、北上市は、昭和の大合併の時に新設された市で、北上の名称は、北上川や北上盆地にちなむ。現在の中心部をなす旧、黒沢尻町にちなみ、現在も、 黒沢尻と称することがある。また、平成の大合併に先駆けて、1991年、平成3年4月1日、旧北上市、旧和賀町、旧江釣子村の一市一町一村で対等、新設合併がなされ、新北上市となった。そのため、平成の大合併において、北上市の事例は、多くの市町村、合併協議会で手本とされ、 比較検討の材料とされた。岩手県の南西部にあり、北上盆地においては中央に位置する。県庁所在地の森岡市へは約 45km、仙台市へは約 138km、秋田市へは約 107km、東京には約 490km である。地勢は中央部に北上盆地が広がり、東部が北上山系の丘陵地、 西部には、大宇山系の山々が連なる。平野部の東端を南流する北上川と市の中央部を東流する我が川が合流し、田園地帯を潤す。標高は、平野部で約50から200メートル、東部丘陵地で約200から400メートルである。東日本の太平洋側の気候区に属しているが、大宇山系と北上山系に挟まれているため、 内陸性の気候の特性でもある。日本海側の気候の影響を受けやすく、積雪量も比較的多い。1月の降雪量の平年値は125センチで、同月の盛岡市の降雪量の約1.5倍、県南の一ノ関市の約2倍である。冬は寒いが、北上のアメガスは市街地に設置されているために、冬の最低気温は周囲の花巻やエサ市に比べると、 かなり高い傾向となり、1月の平均最低気温は低接種4.8度で、三陸沿岸の大船渡、接種2.7度、釜石、接種3.1度、宮古、接種3.8度、種市、接種4.5度と、市の関、接種4.2度に次いで、岩手県内の気象観測地点中では6番目に高い。また8月の平均最低気温は、接種20.2度と一の関、 摂氏20.4度に次いで県内全地点で2番目に高い。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると0.40%増の93,511人であり、増減率は県下33市町村中3位。この地は水の瓶に恵まれ、縄文の昔から大規模な集落が作られている。平安時代初頭。 アテルイを倒した、坂上田村麻呂により統治は、中央政府の支配下となる。また現在の北条市稲瀬町、旧江差市に、国見山国楽寺が築かれ、山岳仏教の拠点として栄える。その後、奥六郡の不州町である安倍氏の支配下となる。安倍氏は、我が郡に、黒沢尻作別名、安倍官を築き、前九年の役の戦場となった。 阿部氏の後、欧州藤原氏の勢力下となる、初代清平が、道の区特産の馬や砂金、漆などを京の都に運んだ道と伝わる、あず街道、清平古道や、三代秀平が、和しの巣、金山、西和賀町から平泉まで金を生んだ街道と伝わる、秀平街道、欧州山道などが残されている。平泉、藤原氏滅亡後の370年間は、 鎌倉御家人を外する和菓子が支配することとなる。南北朝の騒乱では、我が氏も一族相分かれて争い、南北朝の終わり頃に、鎌倉久保から北朝方に属していた、我が族の鬼柳氏に、我が一族の総領権と我が軍一円の支配権を認める事例を得て、大名格となり、総領職によって、天正年間に至るまで統率されることとなった。 安土桃山時代の天正十八年、1590年、和菓子は、小田原の陣に参陣しなかったことで、豊臣秀吉による、欧州仕置きによって、所領没収、常置追放の処分がなされたが、火災し、和菓子ら在地領主は、火災大崎一騎、和が、冷え抜き一騎を起こして対抗するものの、仕置き軍の前に制圧され没落した。南部市当主である、南部信直は、 一騎平定に功を挙げ、我が軍と冷え抜き軍を与えられる。一方、一騎を先導した疑いのある、伊達政宗には、伊沢軍など、火災士の給料が与えられた。関ヶ原の戦いの際、伊達政宗は改役された我が士の一族、我が忠田鹿田を支援し、南部領花巻城を攻めさせた、岩崎一騎。しかし、我が、伊達連合軍はこの戦いに敗れ、戦後、我が忠鹿は、 仙台領、道の九国分寺で暗殺された。伊達政宗は、一騎仙道の失敗により、徳川栄康に、百万国のお墨付きを保護にされている。江戸時代には、当時の南東部分にあたるかつての伊沢軍愛沙里村、江差軍福岡村の二村域及び、江差軍東瀬村の一部が、仙台藩、それら以外のかつての我が軍域が、南部藩、森岡藩の地行地だったため、 北上盆地における両藩の藩境の地であり、欧州街道の脇街道である、正木道の通り要所であったため森岡藩は、鬼柳関所、原北城式柳町長分を、仙台藩は、愛沙里番所、原北城市愛沙里町境を設て、藩領の警備に当たった。慶長9年、1604年、中世以来の南北の幹線道路を新たに、欧州街道として切り替えて、 都家地点である和賀川北岸の森岡藩、両黒沢尻村の原野を切り開いて、宿駅の機能を整備した。北上川周雲の発展に伴う河口の設置以降、本町には、本陣、鬼柳通、黒、沢尻道代館所などが置かれ、北上貸には、森岡石巻館の中継地として、お平田ぶ業所、黒沢尻三倉、通り船改め五番所などの藩の施設が置かれた。 川岸集落が形成された。明治23年1890年、日本鉄道、東日本旅客鉄道、JR 東日本東北本線開通、黒沢市里駅開業により、北上川周運は急速に相比した。明治時代の廃藩地県による森岡県、江差市県、岩井県などの設置、廃止を経て、岩手県の誕生した後、 いくつかの合併や統廃合を経て、現在の北上市の前身である旧北上市が誕生するのは昭和29年ごとである。現在の法人格としての北上市は1991年、平成3年の新設合併によって誕生したものである。合併当時、北上市の人口は6万人程度に過ぎなかったが、我が町、人口1万4千、江鶴子村、 人口急0との合併によって、当時県内では森岡市に次ぐ人口規模となった。この大合併の背景には、秋田自動車道の開通、1991年がある。東北自動車道との JCT、結接点に位置する当地域では、交通の要衝としてのメリットを生かして、内陸部の中核都市を形成しゅうという機運が、にわかに高まり、合併に至った。 これに際して、住民説明会を、延べ123回にわたって開催するなど、住民の盛り上がりによる、自主的合併を心がけたとされる。この合併は、その後起こる平成の大合併に先立って行われた、大規模な合併であったため、その後の大合併で、全国の多くの市町村が、モデルケースと仰ぎ、注目を浴びた。合併による、行政上の影響については、 当該項目、大合併と行政を参照。市役所は、分庁体制をとり、旧北上市役所、旧和賀町役場、旧江津子村役場をそれぞれ、北上市役所本庁舎、和賀庁舎、江津子庁舎として活用している。住民票、税証明交付、戸籍届出など、基本的な住民サービスは三庁舎どこでも受けることが、できる。 前述したように、類似の大合併、当時は大規模な合併を経験している。その合併時、視聴者を一箇所に集約せず、旧町村役場をそのまま活用する方式を取ったため、市内各所に本庁機能が分散化している。その際、内部的な事務手続きの滞りを防止するため、庁舎間に光ファイバーネットを構築し、庁舎間での事務手続きを簡略化した。 また合併後しばらくの間、新規採用者を退職者の2分の1に抑制したことから、平成21年度末現在の人口1000人、あたりの市職員数は6.12人、全国平均7.33人、岩手県平均8.26人となっており、職員数削減で効果が上がっていることが読み取れる。市町村の 検証はどこも似通ったものが多いが、北上市の市民検証はユニークであり、文学性の高いものとなっている。北上市市民検証、1992年、平成4年1月5日制定。工業団地が多く、組み立て加工を中心に、第二次産業が多い。製造品出荷額は、約3、722億円で、岩手県内、第二、位、2015年。 工業統計調査速報である。近年は、トヨタグループのトヨタ自動車東日本岩手工場、金ヶ崎町の増産に伴い、関連する自動車産業が活性化する兆しが見えている。また、東芝市会社の東芝メモリが、難度型フラッシュメモリの新工場を建設することを表明するなど、北上市の産業は、自動車産業と半導体産業が大きな柱となっていくことが、 鮮明となった。銀行。共同組織金融機関、農協、西協、郵便局、簡易郵便局名所、旧石祭事。北上市域は、古くから交通の要衝として栄えてきた地域である。現在市内を、東北本線、国道4号が、南北に貫き、北上線、国道107号が、東西に走っている。さらに、東北新幹線、 1982年開業、東北自動車道、1977年開通や、秋田自動車道、1997年開通など、高速交通体系が整備され、首都圏と2時間30分、日本海とは1時間30分で結ばれるなど、東北の十字路である。主要地方道一般剣道、漫画小説、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。